みなさんこんにちは、スプレーアートリノベルちゃんです。このチャンネルへようこそ。今日の話はなんか日本人の女性に対してのはなんか何が憧れている、なんで可愛いなって思いますかって話をしたいと思います。見た目がいつもなんか弱く見える、本当に弱く見える。これは女性じゃなくてみんなだと思います。目、私ね、なんか日本人の目が本当に好きっていうか、もう子供っぽくて、まあ可愛い感じ。あと鼻もちょっと小さい、ちっちゃくて可愛いと思う。だいたい外国人がね、鼻がちょっと長くて大きくてとかね、全体見るとなんか可愛い感じがする。それしか言えない。髪の毛もなんかめっちゃサラサラ。初めて日本に来てヘアサロンに行ったら、私の髪の毛を見て、あ、やっぱり違うんだねって言われたの。髪の毛と外国人の髪の毛が違うんだなって言ってた。まあ、ということで、楽しいなと思ったら、この動画いいなと思ったら、チャンネル登録と高評価お願いします。あとコメント質問とか何かがあれば、ぜひコメント欄に書いてください。まあ、それだけかな。じゃあまた、アディオスアミゴス。